天神神社は、京都府京丹後市大宮町下も常吉にある神社。旧尊社。天神神社と称する神社は、菅原道真を祭神とする矢代が多いが、当社は丹後地方に多いとゆけ大臣を祭神とする。以下の二神が愛殿に祀られる。この二神はいずれも上、常吉の富持神社と同じとゆけ大宮と同体を示すものと見られ、五国宝城の神である。 創建は不明であるが、明治期の明細母によれば、とゆけ大宮が、磯砂山に甘くだったことにより、そのふもとにある天神谷と天上宮を新一とみなし、天村雲命と大義と姫命を祀ったと伝わる。長年山中の勝者に過ぎなかったが、古社であったため、1873年2月に尊者に、格付けされた。 1879年7月に社殿を再建、1893年4月に越しを、加去神社から譲り受けて新調したと記録される。社殿の他の建造物には、年代不明の鳥居が一基1866年の岡目り一基自然石で作られた、明治期に作られた大建刀と灯籠が、それぞれ一基 1895年に奉納された灯籠が一体、明治期に作られた狛犬一体がある。10月10日を例祭日とし、宮津市府中の加護神社から伝習した立ち振りと御輿を報じる。御輿と共に古代の神馬織を譲り受け、貴重な品として保管されている。立ち振り、御輿とも、神常吉の氏神富持神社とはルーツを意味するが、 三越の担ぎ手や立ち振りの巻手などの装束には大差がない。立ち振りの演技には年少者が報じる両手振りと子さんの上級者が報じる難易度の高い片手振りがある。礼祭は宵宮に三越にご神体を迎え入れ、公民館で一夜を明かす。本祭は午後2時から始まり、公民館から神社までを立ちの道振りが大太鼓のリズムに合わせて舞いながら練り入る。 新職は、京丹後市峰山城丹波の宅神社が兼務する。ありがとうございます。